さあどうも皆さんこんにちは。こんにちは。RAY ガレージのアメちゃんです。リュウちゃんだ。さあ今日はですね、この BRZ にですね、ついにトランクスポイラーを取り付けたいと思います。何それ？何それ？コペンでも一回つけてん。スポイラー。あれ？そうそう。ああいう形のスポイラーをこの BRZ にも取り付けようと思います。純正？純正ではないです。あ、そうな。外品？一応。スバル の、オプションはあんねんけど、スポイラーがでもその形があんまり好きじゃないと、俺の兄弟車の GR86 のオプションのトランクスポイラーを今回取り付けたいと思います。あ、つくんや。つきます。一緒なの？形一緒なんでね。色は？色も一緒。あ、そうなの。なので今回それを取り付けたいと思います。なんかマニアックなことするな。マニアックやろ。実はこの車結構 GR86 のパーツ結構ついてます。あ、そう。例えばほら、ドアスタベライザーとか。ああ、はい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 。なるほどな。結構 GR86 のパーツつけています。あ、まあまあつけていこうか。つけていこう。あ、スポイラーを取り付けていきます。どこにつけるか。ここです。この部分につけます。あ、そこに上にこうポンって乗っかる感じ。そうそう、ここの上にポンって乗っけてつけます。で、つける前にこれが外れるのでこれを外していきます。あ、これ単体になる。これ単体で外れます。このここね。あ、そこの部品が、この部品がそうそう、パコって外れるのでとりあえずこれを外していきます。 OK。 ここのビスとナット、ビスか、ビス2箇所、こっち2箇所で、あとはクリップで止まってるはずなんで、とりあえずこのビス外していきます。了解。止まってるね。これもか。これもやね。はい、転線します。ここ開けるといっぱい止まってました。めっちゃ止まってるやん。めっちゃ止まってた。外していきましょう。養生テープで危なそうなところ養生していこう。ここを取り外すにあたってある程度ちょっと養生してみました。危なそうなところ。外すときに角の塗装をちょっとカッてかけたりするから。そうそうそう。カッてなりそうやから、ある程度養生してボディを守りましょう。っていうわけで外していきましょうか。おい。ちょっと浮きました。浮きました。でね、今裏見た感じ、カメラとハイマウントのカップルはどうやら中っぽいんでね。ほんまや。開けましょうか。ここやな。ああ、そうやな。このカプラーを抜いて、これがスポイラーの裏にくっついてるカメラとストップの配線。うん、これを先に外しとかないと。おい、おい、オッケー。これで抜けるはず。これで抜けるはず。抜けた。おお。救出。あ、クリップが落ちた。こんな感じで。おい。じゃあ型紙が貼り終わったので、ついに穴開けます。やだな。これが一番緊張するよな。これが一番緊張する。ほんまにマジでもう心が痛む。今日ポンチ持ってないから、とりあえず一番細いドリルで手でちょっと回しながら中心出していくわ。最初の一発目の目印をつけるってことね。そうそうそう。うわー、嫌や。ここね。うわー、嫌や。あ、ちょっと削れてるもん。これね、この真ん中のここね。ほんまにここで合ってる？怖いわ。こっちね、次、2箇所目。ほんまに合ってる？ここで。なあ。あ、大丈夫や。怖いわ。なあ、合ってる？ここで。大丈夫や。なあ。俺に聞いても大丈夫やしか言わへん。嫌だな。音が嫌。行くよ。うわぁ。行くよ。行くよ。大丈夫や。うわ、
めっちゃ慎重やん。うわ、泣いた。あ、感動した。うわ、泣いた。どうしよう、泣いた。やば。次。おーおーおー、穴開いとる。あー、泣いた。おお、うわー、泣いた。めっちゃ嫌やねんけど、これなあ。うわー、泣いてる。うわ、やっべ。おい、これで今何ミリ？5ミリ。コペンにモーニングつけ。8ミリか。BRZ にモーニングつけるっす。お前や。モーニング好きやな、みんな。で、真ん中がなんか 6.5 なんで、 6.5 ないんで、7でいっちゃいます。さあ、ついに穴を開けちゃいました。ご覧な感じに。あ、結構なんか割れちゃったな。割れちゃったね、やっぱり、うん、樹脂やから。まあ仕方がないよ。まあまあ隠れるし、正面隠れるし、大丈夫。当てがう。当てがってみよう。当てがってみよう。若干のきつさはあるけど。え、でもまあきついってことはそれだけぴったりってことなんじゃない？一応ね、入ることは入るのはさっき確認したから。はい、おい。はい、こんな感じ。うん、割とぴったりはまったな。ぴったり。ちょっとこれだけだとあんまりなんか分からへんけど、まあ、つけてどうか。まあ、あとちょっと脱水して両面テープで、両面で貼って、で、あと裏からナット止めれば完成ということです。で、とりあえずキリコを拭いて脱脂してスポイラー貼り付けていきましょう。はい、両面剥がしていきましょう。見てこれ、めっちゃ親切じゃない？こういうの剥がしやすいよね。めっちゃ親切、トヨタさん、すごい。飲もうかな。じゃあ開けちゃう。どうよ。でもまだこれだけじゃ正直あんま実感わからんな。2つのパーツが合わさっただけにしかまだ分からへん。ではでは、ナットをつけていきましょう。じゃあ先ほどつけたスポイラーのこのボルトにナットをはめていきます。本締めしていきます。ちなみにこれってさ、うん、なんぼしたん？スポイラー、うん、35,000 ぐらいやったかな、確か。ああ、まあそこそこするな、やっぱ。そこそこするね。まあでも自分でつけるから35,000で済んでるけど、お店でつけてもらったら工賃もプラスされるからもっと高いと思う。ああ。OK、完了。車にドッキングしていこうか。そうやな。先にこの配線を穴に入れてた方がいいよ。 OK、 じゃあパッキンついたんでドッキングしまーす。もうついた。ついた。もうついた。ついた。おお。着きました。着きましたよ。だいぶそびえ立ってる感がある。おお、すごっ。剥がそうで、マスキング。マスキングテープ剥がす。
感じになりました。いいじゃないですか。おお、全然違う。そびえたっていうね。うん、めっちゃいいやん。では納豆を締めましょう。終了。いい。どう？いや、めちゃめちゃかっこよくなった。すごい角度が結構立ってんのかな。来るね。これもしかしたら雨の日とか水たまるかもしれん。確かに。ちゃんと開く？ああ、大丈夫ね。全然違和感なくついたな。違和感ないね。めっちゃかっこいいやん。今日はここが元の。そう、ここが元のライン。で、ここから上が増設されたみたいな。そうそうそう。だから10センチぐらいもっとかな。まあ伸びてるな。で、長さも多分これぐらい、5センチぐらいかな、うん、長さも後ろに飛び出てる感じです。まあ空力よりは完全に見た目。見た目、まあ、空力もあると思うよ。多少効くよな、ダックテールっていうのは。しばらくこう濡らすのは控えましょう。両面テープをつけたばっかりなんて。丸1日ぐらいは、はい、置いといた方がいいね。というわけで、無事スポイラー取り付けできました。かっこいいですね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。